の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今日は江戸の夜遊びのお話をしたいと思います。江戸で夜遊びをするなら5月の末から8月の末までがおすすめです。この時期、隅田川に架かる両国橋で毎日のように花火が上がるんですよ。湯上がりにさらっと浴衣を羽織って隅田川に出て花火でも見て夕涼みしようっていうのが夜遊びの定番でした。どんな花火がどんな風に上がっていたのかは過去の動画江戸の花火をご覧くださいね。あ、川の上にはせっかくだから船の上からゆっくり花火見ようよっていうことでね、屋根船で船遊びをするグループがいます。いや、川風って涼しくてね、気持ちいいですもんね。喉乾いたとかお腹すいたってなったらね、こうやって小舟でスイカやマクワウリ、トウモロコシとかも売ってますのでご安心ください。ちなみに両国橋は大混雑覚悟で渡りましょう。何しろこの人手ですから。あ、小さなお子さんはお父さんに背負ってもらって花火見てますね。あ、このお姉さんはね、枝豆売りです。お子さん小さいので家に置いてくるわけにもいかず背負ってお仕事してますね。こうやって枝付きのまま売られてるので、こちらのお兄さんたちのように一房買ってちぎりながら食べる、まあ、夏場に人気の手軽なファストフードです。あ、その後ろにはお嬢さんと気合の入ったお兄さん、混雑していてぶつかったんでしょうかね、ごめんなさいと言って顔を見合わせた瞬間、なんだか恋が始まりそうな予感です。若者にとっては出会いも夜遊びの醍醐味ですよね。あー、というわけでようやく橋を渡りきると、橋のたもとにもね、楽しみが目白押しですよ。こちらでは水菓子、水分の多いスイカやマクワウリを売っている様子で、今で言うと清涼飲料の自動販売機みたいな感じです。あ、スイカって今みたいに品種改良が進む前なので、甘さが薄くて水分が多い、かなりさっぱりしたものでした。それからマクワウリも、これも私前の動画江戸の清涼飲料で食レポしたんですが、甘くないメロンっていう感じでね、食べたことあるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、すごくさっぱりしてて喉乾いた時にぴったりなんですよね。そしてそして、あ、こっちには色とりどりの飴ちゃんが売られていてファミリー層に人気な様子。川沿いには吉津張りの茶店が出ていて、花火を見ながら飲食が楽しめるようになっています。このお兄さんは水売りさんです。一晩が4文80円程度で飲料水を売っていたんですよ。冷蔵庫ないのでね、冷えてるわけじゃありませんが、屋台に滝のようなデコレーションをしたりとか、あと真鍮製の器で提供することで清涼感を演出しております。ちなみに砂糖入りにすると8文およそ160円程度、白玉とかをトッピングすると12文およそ240円だから、なんかコンビニのタピオカドリンクみたいな感覚かな。あ、ちなみにここにケンビシのロゴがありますが、こちらはね、いろいろな酒樽に巻かれていたコモをつなぎ合わせて作ったテント。この中では曲芸やお芝居などさまざまな興行が行われています。こちらもね、やっぱり空には花火が上がっておりまして、両国橋のたもとにはずらっと茶店が並んで、まあ、楽しそうな男子女子がそぞろ歩いておりますが、ここにご注目ください。実はね、こちらも夜遊びの定番でした。こちらは矢場という、その名の通り矢を射る場所、遊びとしてミニチュアの弓矢で的に当てるというゲームをする場所なので、今のダーツバーみたいな感じですかね。ただダーツバーと違うのは矢取り女ちゃんがいたこと。矢を拾ったりとかいろいろ世話を焼いてくれる女性なんですけどね、中には手取り足取り、奥の座敷にお客様を連れ込んで春を売るなんていう遊女さんもいらっしゃいました。なので矢場にいる女性は危険な女性、もしくは違法風俗なので矢場にいるところが見つかったら危険
ということで、危険イコールやばいという言葉が使われるようになったことが、現在使われているやばいの語源という説があります。まあ何しろ江戸の夜遊びはいろいろ楽しい場所がありすぎちゃって夜更かししそうですけど、あ、一つね注意したいこともありますよ。それはね、門限。町木戸という町の出入り口は防犯のために夜4つ、だいたい夜の10時頃に閉まってしまうんです。町に門限があるっていうことなんですよね。次に開くのは明け6つ、夜明けのちょっと前というところがほとんどでした。この間に出入りするときは町木戸を管理する木戸番さんにいちいちお願いしてくぐり戸を開けてもらわないといけないので、あんまり続くと、あの人毎晩遊び歩いてるよなんて良くない噂が立っちゃうかも。ただ開き直って夜4つを過ぎたら帰らないという手もあります。こちらは江戸随一のナイトスポット吉原。夜4つに出入り口のこの大門という正門がやっぱり閉じるんですが、ここのね脇の袖門は自由に出入りができたので実質ウェルカム状態でした。まあ夜4つというと一番宴会が盛り上がる時間なんですよね。こちらがちょうどその時間帯の花魁の様子です。まさにね、お客様からお酒をいただいて接客中の様子。あー、でも妹分のカムロちゃんはさすがに眠そうですね。吉原では時を知らせるためにという標識を打っていたんですが、夜4つにはあえて打たず9つ、午前0時になってから、あ、すいません、もうこんな時間、気がつきませんでしたということで、4つの標識を打った後に9つの標識を打つ引け4つという独自の習慣がありまして、この時間までは新規客も受け付けていました。外の世界の常識は吉原の中では通用しません。ちなみに吉原の各技楼ではクレムツの夜店開店と同時に、この引け四つまで菅垣という三味線のお囃子がずっと引き続けられているので、めちゃくちゃ賑やかでした。たまにはこういう非現実的な日があってもいいですよね。なんか男子ばっかりでずるいという感じもしますが、女子も参加できるオールナイトイベントだってもちろんございましたよ。それが月待ち、いわゆるお月見ですね。女性はね、特に結婚して子供がいたりすると子供の面倒を見ないといけないし、朝も早く起きてご飯の支度したりお洗濯したりといろいろやらなきゃいけないことが多くて、あんまり夜更かしはできないんですが、お月見の時は別です。月がよく見える場所に集まって飲んだり食べたり夜遊びを楽しんだんですね。特に7月26日の26夜待ちは絶好の夜遊びチャンスでした。こちらは江戸時代のガイドブック江戸名所図絵に描かれている7月26夜待ちの様子。あー、東の空にちょうど26夜の月の光がちょっと見えてきたところのようですが、月待ちの人々の様子を見ると全然見てない。この日の月の光には龍が灯す明かりや阿弥陀如来、聖子菩薩、観音菩薩の阿弥陀三尊が現れ、特別な霊言があると信じられていたので、信仰目的なんですという建前で、男性はもちろん女性たちもこぞって夜更かしをするのが恒例でした、ね、子供も結構いますよね。実は26夜の月って新月間近の細い三日月が夜明けの数時間前に東の空にちょっと顔を出すという感じだったんです。つまりこれ土深夜の様子というわけでもね、飲食店は普通に営業してますし、箱で移動する人とか、あと楽器を持って座敷に向かう人とか、日中と変わらないにぎわいを見せております。老若男女問わず深夜に出歩いてこうやって夜遊びができたのも江戸の治安が相当良かったから。
このため深夜の経済活動が可能で、いわゆるナイトタイムエコノミーが相当活発だったんです。これは同時代の外国ではまず考えられない光景でした。江戸はナイトタイムエコノミーの先進国だったんですよ。いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。